はい、じゃあね、やっていきますか。標識記載方法の最後のね、話をちょっとしていこうかなというふうに思います。長かったね、でもね。たまに出るの、たまにとか割と出るので、しっかり押さえていきましょう。標識記載方法なんだけども、さっきやった通り、このね、最初の割合と、次の割合を一緒にしましたね。イコールにしましたよね。で、イコールにするっていうのは結構問題がありまして、イコールにするんだったら、条件ある程度揃ってないと、イコールにしたらまずいよねって話をしていきますね。で、これイコールってのは割合でしょ？全体に対する標識したやつ。捕まえたやつに対する標識したやつ。この割合を変わんない。割合変わんないよってことは、数が変わるとまずい。全体の数が変わったりとか、標識によっていろいろ変なことが起こったりするとまずいよって話です。まず次、一つ目。標識することによって捕まえやすくならない。OK？ 捕まえやすいとまずいです。だってさ、全体に対する最初の捕獲は、最初のね、1回目の捕獲っていうのは、ある程度自然な状態でさ、何も、罠とか仕掛けるだけで、何も別にやらないよね。でもこの標識して捕まえるのはまた違って、例えばさ、標識した時に、なんか動物に、なんか重たい足かせみたいなのつけた。動物走るの遅いみたいな。捕まえやすくなるよね。そしたら自然と、この2回目の捕獲の時に標識したやつが増えるよね。標識したやつが捉えやすくなるので、その2回目のやつの、標識した、ちょっと何でか分からなかったけど、こっちの割合が増えちゃうよね。こっちの、この、印つけたやつの割合が増えちゃいます。増えちゃいます。ちょっと考えれば分かると思うんだけど、まあ、標識によって捉えやすくなると、まあ、この割合変わっちゃうのでダメですよ。というのが一つ目。次、標識によって死なない。うん、数変わっちゃうもんね、死んだらね。あと、標識消えない。標識消えたらさ、こっち分かんなくなっちゃうもんね。数変わっちゃうよね。っていうのはダメです。標識によって死ぬっていうのはね、尾びれに切れ込み入れました。切れ込み入れすぎて体に気づいてそれで死ぬとかね、それはやめてください。標識消えたら次捕まえた時分かんないもんね。2回目あれ標識つったの0匹だ、計算できねえぜなっちゃうからそれはダメです。次、脂肪流出転入しない。うん、全部これ数変わっちゃうよね。数変わっちゃうよね。ただ数変わるってことは、全体の数が変わるってことは割合が変わっちゃいます。割合が変わっちゃいますっていうのはダメ。 OK。 数変わったり標識によってなんか作業に支障が出るようなことをするとまずいよって話でした。 OK。 まあ記述でね、狙われるのでまあしっかり押さえておくべきで、思い出せるからきっとこの2つちゃんと覚えておけばね、標識によってトラブるとまずい、数変わるとまずいってのをちゃんと覚えておけば、数変わるときって死んだらまずいよなとか、なんか逆に入ってきたらまずいよなとか、流出したらまずいよなっていうふうに覚えれば思い出せるし、あとね、標識によって、標識にトラブルか、なんだろうと思ったら、標識によって捕まえやすくなるとか結構まずいし、標識によって、生物死んだらやばいよなとか、標識によって、つうか標識消えたらまずいじゃんとか、なんかあれだよね、その二つのことを覚えてそこから思い出せることができるので、まあね、今回三つほど書き出してましたけど、まあそういう思い出し方のね、プロセスをね、大事にしてみてください。OK、じゃあ次の話に行きましょう。